皆さんこんにちは、コーンカーイワー。ラスコレコラボオーダー引いてみた動画をやっていこうと思います。このオーダー引くべきか動画でビギナーにおすすめした、河原さん勇気、ワーストシノン、ラクインリズを狙って引きます。ステップ1はいつも通りでしたね。無料オーダーと同じくらいの確率なので、星4は出なくても普通だと思います。ステップ2もいつも通りでしたね。これも普通、通常運転っすよ。気を取り直してステップ3行きます。ステ3は確定枠あるので、ここが勝負どころですね。3。4。星4確定演出来た。なんでや!なんでや!決して弱いスキルではないのですが。なんかこう、ピックアップ来てほしいって思っちゃうんですよね。っていうか、強いと言えば強いんだけど、覚醒パワラさんとか弓バーストとか欲しいのいっぱいあるんすよ。俺持ってなかったから全然嬉しいんだけど、まあステ3なんてこんなもんだよね笑い。ステ4行きます。うっしゃ。ステ5行きやーす。1、2、3、4。おー、いいねいいね。効きいいね。17層で使えそう。今気づいたけどブレイク中の敵にクリ率 300% だし。でもこれバーストだから、貫突しないとフルバーストと一緒に使いづらい。頑張って貫突しないとな。でも本当に嬉しい。私にとっては十分当たりなので、ただ、始めたての人はもっと狙うと良いスキルあると思います。せっかくなので、ラスコレシノンのモーション見てみますか。やっぱり後ろに下がるモーションですね。持ち雪の持ってる突繊維の弓スキルです。影外弓もっと。弓の初期フルバースト。これらあるから使えそうだな。って思った感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。